日本共産党志位和夫議長のお話です。どうぞお聞きください。浜松の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。やってまいりました。この前の大会で委員長は田村智子さんに交代しまして、田村さん大活躍をしておりますが、私も議長としてまだまだ元気ですので、全国を北海道から沖縄まで歩いて訴えてきたところでございます。どうか最後までよろしくお願いいたします。いよいよ最終盤ですが、比例代表の東海ブロック大激戦になっておりまして、今お話した本村信子さん、本村さん一緒に国会で活動しておりましてね、保育士さんの配置基準を改善させたと、76年ぶりの快挙です。それから性暴力をなくすための刑法改正に情熱をかけて取り組んで、ついに実現をさせました。リニアな問題でも素晴らしい追及をやってきた。引き続き国会で働かせていただきたい。そして須山初美さん今日はいないんですが、浜松出身の素晴らしい政治家です。須山さんのところで今当落線上の激戦ですので、押し上げていただいて、その力で34歳の山口祐樹さん、どうか押し上げてください。よろしくお願いします。小選挙区では7区の吉川直子さん、8区の平川隆重さん、揃って働きますよう、お力添えをよろしくお願いいたします。さて皆さん、今のこの政治を見ましてね、自民党にはほとほと愛想が尽きたという方多いと思うんですよ。ただどの党を選べば政治は変えられるのかということについて、いろいろと迷っておられる方もいらっしゃると思うんですね。私を訴えたい。今主権者である国民の皆さんが声を上げれば政治は変えられます。日本共産党を伸ばしていただければ必ず政治は変わる。このことを今日は訴えさせていただきたいと思います。3つの角度からお話したいんですが、まず第一は金権腐敗政治をなくす一番の力になります。裏金問題が大争点ですが、どの党が自民党をここまで追い詰めたか、ここをよく見て選んでいただきたい。今から2年前の2022年11月、新聞が書かれた日曜版の裏金スクープから全ては始まりました。この時にはメディアはどこも注目しなかった。しかし神明教授が刑事告発しましてね、検察が動き出して1年間捜査をして大問題になってきました。そういう中で9月の9日、日本ジャーナリスト会議が今年度の JCJ 大賞に新聞赤旗日曜版の裏金スクープを選んだと発表をいたしました。この受賞理由の中でですね、このスクープは日本の政治を動かし、裏金問題が大政治犯罪だと暴き出したというふうに評価をしてくださいました。それで私、この前の国会で石破さんに、あなたは大政治犯罪と認識してますかと聞いたんですが、犯罪と思ってません、裏金とも思ってません、ただ事務的ミスが起こっただけです、こんな調子なんですね、反省がない。そこでね、
昨日新聞明け方が自民党にとどめを刺す大スクープを出しました。これ裏金問題で非公認になった候補者が代表を務める党支部にもですね、党本部から公示の直後に公認候補と同様の2000万円が振り込まれていた。この事実なんですね。簡単に言えば裏金自民党による裏金議員に対する裏公認がやられていた。裏が3つもある。これが今の状況です。でこの新聞明け方のスクープに対して今日石破首相が反論しましてね、で誠にこの報道は憤りの限りです。こういった憤ってんのは国民の方じゃないですかね。え、何と言ったかというと、このお金は政党支部に出したもんで候補者に出したもんじゃありません。選挙に使うことは全くありません。こういった、しかし皆さんね、政党支部に出したって言うけど、その政党支部の支部長を務めているのが裏金議員なんですよ。そして公示の直後にお金を振り込んでおきながら選挙に使われないなんてことはありえないじゃないですか。ご丁寧なことに自民党が出した文書がある。その中に党勢拡大に使いましたと書いてある。で党勢拡大とは何か、中がついておりまして比例票の掘り起こしと書いてある。選挙活動そのものじゃないですか。皆さん、怒ってるのは国民の側だという審判を共産党への一票で下そうじゃありませんか。皆さん、なぜ共産党がスクープに次ぐスクープができるか、それは私たちがパーティー券も含めて企業団体は全面禁止すべきだ、そして政党助成金も廃止すべきだということを一貫して主張しまして、自ら実行している唯一の政党だからでございます。皆さん、共産党を伸ばしていただいて新しい国会で汚れた政治大掃除しようじゃないですか。よろしくお願いします。さて第2の問題です。暮らしの希望を作る上でも共産党を伸ばすことが一番の力になってまいります。物価高騰が続いておりまして暮らしが大変だという声が全国どこでも起こっております。政府の調査でも生活が苦しいと答えた方が6割ですよ。物価高騰に賃金が追いつかない、年金が追いつかない、働く人の実質賃金11年間で年33万円も減りました。一体お金がどこに行っちゃってんだろう。大金持ちと大企業にうなるほど溜まっています。大企業の内部留保溜め込み金が毎年積み上がりましてね、この10年余りで200兆円も増えて539兆円まで積み上がりました。これまで自民党はまず大企業に儲けてもらおう、株価を上げよう、そうすればいずれは国民のところにも回ってくると言ってましたよね。30年間そのうち回ってくる回ってくると言い続けてきました。これトリクルダウンって言うんですが、皆さんのところに回ってきたでしょうか。来ないですよね。待てども待てども回ってこない。もうこれ失敗はっきりしたじゃないんですか。だったらトリクルダウンはもうやめてボトムアップ、つまり国民の暮らしの応援で経済を良くするチェンジをしようではありませんか。私3つの提案をこの場でいたします。第1は最低賃金、全国一律で1500円以上に引き上げようではありませんか。1500円という数字は共産党がずっと言ってきましたが、最近は自民党も同じ数字を言い出した、一歩前に動かしました。じゃあどこが違うか。中小企業の皆さんへの
直接支援をやるかやらないか、ここが違う。これやらなかったらできないですよね。私たちは直接支援やるべきだ、こう提起しますと、石破さんびっくりするようなことを言いました。日本は全体主義の国ではないので、企業にお金を入れるということはできません、こう言った。しかしこれは通らない話です。私4日ほど前四国行ってまいりました。四国では徳島県、中小企業が賃上げやった場合には県として直接支援やってる、立派ですよね。じゃあ徳島県が全体主義の県というんでしょうか。そんなことはありえない。大体皆さん、大企業には賃上げ減税という直接支援やってるじゃないですか。トヨタには10年間で440億円もの減税やってる。大企業には直接支援、中小企業の直接支援は全体主義と言ってやらない、これはどう考えても話の筋が通らないのではないでしょうか。共産党は具体的に提案をしております。大企業のこの内部留保の膨れ上がった分ですね、そこに税金かけてやろう、使い道がなくて困ってんだから税金かけてあげましょうと。そして5年間で10兆円のお金を作って、そのお金を中小企業の直接支援にドンと入れて、最低賃金を1500円に引き上げよう、これは共産党の提案でございます。この前党首討論で田村さんがこの問題提起したら、石破さんの答弁面白かったですね。今共産党の内部留保課税については、新聞赤旗をよく読んで勉強中です。頭から否定できなかった。だったら共産党からしてもらって実行しようじゃないですか。よろしくお願いします。第2の提案です。賃上げと一体に、労働時間を短くして自由な時間を増やそう、このことを今度の共産党政策の中で新しく提案をしております。今日本の労働者は頑張りすぎです。ヨーロッパに比べて年間300時間も長く働いている。ですから過労死やメンタル疾患が未だに大問題じゃないですか。私国会でも紹介したんですけども、博報堂が若者調査やったんですね。今一番欲しいものは何ですか、こう聞いたら、1位はお金、2位は時間、3位は自由と出ました。お金が欲しいけど自由な時間が欲しい、皆さんの気持ちじゃないでしょうか。あるベビーシッター会社が働くお母さんに、母の日のプレゼントに一番欲しいものは何ですか、こう聞いた。ダントツ1位は自分だけの時間が欲しいという答えでした。多くの働くお母さんが仕事と育児と家事に追われ睡眠時間を削っている。日本の働くお母さん、世界で一番睡眠時間が短いというんです。これは直さなければなりませんね。そして男性は仕事、女性は家事、この不平等を正してジェンダー平等の日本を作るためにも労働時間の短縮が必要ではないでしょうか。そこでね、皆さん、共産党は自由時間拡大推進法というのを提唱しているんです。日本の法定労働時間は1日8時間週40時間ですよね。これがずっと戦後続いてきた。それを1日7時間週35時間にしよう、これが共産党の提案です。私この前ヨーロッパ行ってきまして、フランスの話で話伺いますと、もうフランスでは20年前に国の法律で35時間になってる、今32時間を目指して戦っているというお話でした。早くフランス並みにしてもっと短くしていこうというのが共産党の提案でございます。これ本気でやろうと思ったら国がちゃんと対策を取らないとできない。中小企業の皆さんへの支援が必要です。それからね、介護や教育や建設や
運輸、人手不足ですよね。人手が足らない。こういうところはどうしたらいいか。労働条件を良くして人が集まってくるようにする対策を取る必要があります。それから残業時間に対する規制を強める必要があります。さらにサービス残業、ただ働きは根絶する、こういうものをパッケージで提案しておりますが、いかがでしょうか。これいいでしょう、皆さん。実行させていきたい。私は訴えたい。人間というのはただ働いて食べて寝るだけの存在ではありません。みんな豊かな幸せな人生を送る権利を持っています。そのためにはお金が必要です。同時に自由な時間が必要です。皆さん、自由な時間が増えたら何にお使いになりますか。旅行や趣味に使いたい、あるいは好きな小説を読みたい、家族と一緒の時間を大事にしたい、いろいろな社会活動にも取り組みたい、何にもしないでのんびり過ごしたい、これもいいですよね。そういう自由な時間をみんなが持って、お金とともに時間をみんなが持つ、そういう社会こそ本当に豊かな社会と言えるのではないでしょうか。私は訴えたい。7時間働けば暮らせる、豊かに暮らせる社会を作ろう。この一票は日本共産党にどうか託してください。よろしくお願いいたします。暮らしの問題、3つ目の提案は、暮らしを支え格差を垂らす税金と財政の改革に取り組みたい。皆さん、税金というのは何のためにあるでしょうか。暮らしを支えるために払ってる、そうですよね。格差をなくすために出している。ところが現状は暮らしを押しつぶし、格差を広げてるじゃないですか。特に悪いのは消費税ですから、皆さんね、税金は大儲けしている富裕層と大企業に払ってもらって、消費税は廃止を目指して緊急に 5% に下げて、インボイスはきっぱり廃止をしようではありませんか。今度の選挙では皆さん、高齢者への福祉の問題が大きな争点になりました。自公政権と共産党を除く主要政党が揃って高齢者への医療費の窓口負担を増やせ増やせ大合唱をやってる。異常ですよ。これはこの火付け役になったのは自公政権が9月の閣議決定で高齢者の医療費の窓口負担3割負担の拡大を決めました。冗談じゃないですよね。この前1割から2割に上げたばっかり。それで多くの人たちが苦しんでる。3割負担の拡大など許してはなりません。維新の会に至っては公約で高齢者全員の窓口負担を3割にすると書いてある。そしてこの党の代表は、そうすれば受診を控えていただける、こう言ったんですよ。病院に行かせないために3割負担にするんだ。こんな党に私は政治を語る資格ないと思うんです。そして私がどうしても許せないのはね、国民民主党の代表が日本記者クラブの講演の中でこう言った。社会保障の保険料の現役世代の保険料を下げるために、こういう文脈で尊厳死の法制化ということで言ったんです。皆さん、これは政治家が口にしていい言葉じゃない。お金との関係で、財政との関係で尊厳死を語る、私は政党失格と言わなければなりません。高齢者と現役世代を対立させる考え方そのものが間違いです。高齢者が犠牲になれば現役世代も犠牲になる。そして誰もがみんな高齢者になるんです。ですから分断ではなく連帯こそ必要ではないでしょうか。私は訴えたい。問題を解決する方法は明瞭です。社会保障に対する公費の支出を増やせばいい。
日本の公費支出の割合というのはアメリカやヨーロッパに比べて低いんです。これ世間並みに上げれば高齢者も現役世代も若者も医療も介護も年金も充実する道が開けるじゃないですか。それをやるのが政治の責任ではないでしょうか。じゃあ財源どうするのか。5年間で43兆円の大軍拡をやめればいいじゃないですか。軍事ではなく社会保障にこそ大事な税金を使え。この一票はどうか共産党に託してください。よろしくお願いします。若者はどうでしょう。学費が高すぎる。ですから深夜バイト、徹夜バイト、早朝バイトやらなきゃならない。とても勉強が成り立ちません。こういう訴えを私至るところで受けます。今学費値上げの動きがありますが、これ以上の値上げなんかとんでもない。学費ゼロを目指して値下げにこそ踏み出すべきではないでしょうか。私この前フランスに行った時にフランスの大学の学費のことをずいぶん詳しく聞いてまいりました。フランスではもう19世紀以来大学の学費ゼロなんですよ。完全ゼロ。その上に給付型の奨学金がどんと出て心配いりません。どういう考え方でゼロにしてるんですか。こう聞いたらこういう答え返ってきました。大学で学生が勉強して利益を得るのは社会全体です。共和国です。だから社会が学費を負担するのは当たり前です。これ素晴らしい考えですよね。日本の場合は大学で学生が勉強して利益を得るのは個人の学生だ、だから学生が払うのは当たり前、この理屈で学費を上げてきた。これ間違ってますよね。フランスが正しいですよね。私はフランスの話聞いて、私は自民党政府に爪の赤を煎じて飲ましたいと思いましたから、どうでしょうか。やっぱりこういう考え方で政治やらなくちゃいけない。皆さんこういう3つの提案やろうと思いましたらね、財界中心の政治に正面から立ち向かう党じゃないとできません。財界献金もらってる党にはできない。共産党は党を作って102年になりますが、財界献金1円ももらったことはございません。1円もないです。1銭もない。これから先100年間ももらうつもりはございません。共産党を伸ばすことが暮らしに希望を作る一番の力になるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。第3は平和の問題です。共産党躍進で平和を作ろう。このことを申し上げたい。この間ですね、集団的自衛権の行使容認、長射程のミサイルの配備、 GDP 比 2% への大軍拡、武器輸出の解禁、どれもこれも皆さんね、憲法9条のものではできないとされてきたことが強行されてきました。これを強行するときの理屈はただ4文字なんです。日米同盟のため、この4文字、この日米同盟という4文字を聞くと思考停止になってしまう。政治が日本の政界を覆ってる、それでいいのかということを私は問いたいと思うんですよ。日米同盟のためといって日本国憲法を踏みつけにする、日米同盟のためといって核兵器禁止条約に背を向ける、日米同盟のためといって沖縄県民の民意を無視して巨大基地を押し付け少女への性暴力を隠蔽した、こんな政治でいいでしょうか。独立国と言えないじゃないですか。ここを変えようと言ってるのが日本共産党でございます。日米同盟のためといって戦争国家づくりを進める共産党は断固反対を貫いてまいります。世界にいましたらね、軍事同盟に頼らずに平和を作ってる流れがしっかりあります。 ASEAN ご覧ください。私何度も東南アジアの国を訪問しまして素晴らしい動きが起こっている。徹底した話し合いであの地域を平和の共同体に変えました。それを外に大きく広げまして東アジアの全体を東南アジアのような戦争の心配のない地域にしよう、大構想を今提唱しているんですが、私は大賛成ですが、いか
かがでしょうか。そこで4月の17日に私ども国会で東アジア平和提言というのを提唱しまして、 ASEAN と協力して平和な東アジアを作ろう、この具体的提案を行い、アジアでもヨーロッパでも実現のために力を尽くしてまいりました。皆さん、本来こういう仕事は憲法9条を持つ政府がやるべき仕事ではないでしょうか。そしてこの問題との関係で申し上げたいのは核兵器問題についてであります。この間、日本被団協の皆さんにノーベル平和賞が授与されました。皆さんともに喜びたいと思います。本村さんの被爆2世ですよね。ですからまさにご両親、お父さんが被爆者、長崎ですよね、長崎の被爆者ですが、本当被爆者の皆さんがずっと辛い思いをしながら、そして被爆者の方々は、私いつもお話しますと、中にはですね、自分が生き残ったことが申し訳ない、こういう気持ちを持っている方少なくないんですよ。そういう気持ちを持ちながら、核兵器を絶対使わせちゃならないと言い続けて、非人道性を告発して80年近くにわたって一発の核兵器も使わせなかった、これは偉大な業績じゃないでしょうか。私は、ね、言いたいんですね、日本政府が被爆者の皆さんのご苦労に少しでも敬意を持ってるんだったら、核兵器禁止条約への参加を決断すべきだということを言いたいと思います。ただこの話をね、私たちやりますとね、石破さんから出てくる言葉は今度は3文字、さっきは日米同盟の4文字だったけど、今度は3文字、核抑止が必要です、こう言うんですよ。じゃあ核抑止ってのは一体何か、これ皆さんね、抑止という言葉があるからなんか日本を守るためのものかなと思うかもしれないけど、違う。核抑止というのは皆さんね、いざという時には核兵器を使う、核のボタンを押す、これが前提になった議論なんです。そうやって相手を脅しつけて従わせる議論なんです。もしいざという時に使わないといった途端に抑止じゃなくなっちゃう。ですからね、もっと平たく言いますとね、いざという時には広島長崎のような非人道的惨禍を引き起こすこともためらわないって議論なんです。恐ろしい議論じゃないですか。こんな恐ろしい議論を被爆国の政府が言うのは恥ずべきことではないでしょうか。日本共産党は被爆国の政党として草の根で、あるいは国際舞台で核兵器のない世界のために力を尽くしてまいりました。私自身2010年の NPT 会議が国連で行われるときにニューヨークに行きまして、一枚の要請文を書いて各政府にずっと渡しました。核兵器廃絶のための国際交渉を始めてほしいという要請を出したんですね。で、この会議はその方向での最終文書がまとまったんです。そして核兵器禁止条約の道が開かれました。そして2017年核兵器禁止条約を作る国連会議に私3月と7月2回参加しまして活動してまいりました。禁止条約をぜひ作ろう。この時にですね、日本政府の態度はひどかった。最初に発言だけしてボイコットしちゃったんです。いなくなっちゃった。ですから日本政府の席は空席です。では多くの人が失望して私に、ちいさん、日本政府はなんでここにいないんですか、おかしいじゃないですか、随分聞かれたもんですが、それは日本政府に聞いてくださいなと言うしかなかったんですが、そういう状況でした。そういう中で私は市民社会の代表として国連で演説する機会が回ってきまして、その場でこういう演説をいたしました。確かに日本政府はここにいません。しかし日本の国民の気持ちは核兵器禁止条約を直ちに作ってほしい、これが日本政府国民の気持ちなんですということを訴えたということをご報告したいと思います。皆さん、こういう活動をやっている政党ってのは日本共産党しかありません。ですからね、そういう点では被爆者の皆さんと力を合わせて
世界を動かしてきたということが言えるんじゃないでしょうか。どうか皆さん、核兵器のない世界を救う、この一票は日本共産党に託してください。よろしくお願いいたします。今日は裏金と暮らしと平和、3つの問題をお話しいたしました。日本共産党には政治を変える力がある。これは皆さん、102年の私たちの党の歴史が証明しております。戦前の暗い時代、侵略戦争でやられ、310万人の日本国民が犠牲になり、2000万人のアジアの人々が犠牲になりました。この侵略戦争に命がけで反対を貫いた、国民主権の日本を作ろう、命がけで主張し続けたのは日本共産党ただ一党ですよ。そのために私たちの先輩、蟹工船で有名な小林武史、有名な経済学者の野呂栄太郎、弾圧で倒れました。24歳の若さで命を奪われた女性革命家も私たちたくさん持っております。皆さん、そういう犠牲はあったけども、やっぱり共産党の訴えが正しかったことは、今私たちが手にしている日本国憲法が証明しているのではないでしょうか。歴史ってのはそういうふうに進むんです。私は社会進歩の道理に立って国民とともに不屈に戦うならば、政治は必ず変わる、これが私たちの確信でございます。どうか今度の総選挙でそういう結果を出そうじゃないですか。日本共産党を伸ばしていただければ必ず日本の政治変わります。どうか大逆転ですが、比例は日本共産党、この声を最後の最後まで広げていただきまして本村さんのこの勝利、ともに須山さんの勝利、3人揃って働けますよ。お力添えをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。成長いただきまして本当にありがとうございました。日本共産党、比例は日本共産党と書いて、ぜひとも応援してください。皆さんの平和を守りたい、暮らしを守りたい一票、何としても日本共産党へお寄せください。どうぞ外へ外へと大きく広げてください。皆さん、日本共産党力いっぱい頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお帰りの際、足元気をつけてお帰りください。